ミハルブジェジナ、ミハルブジェジナ、1990年3月30日体は、チェコ共和国のフィギュアスケート選手、男子シングル。2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピックチェコ代表。2009年世界ジュニア選手権2位。2013年ヨーロッパ選手権3位。テレビ放送、メディアでは、ミハルブレジナと表記される場合が多々ある。 妹も同じくフィギュアスケート選手のエリスカ・ブレジノは、1998年長野オリンピックのアイスホッケーを見てホッケー選手になりたいと思ったが、スケート選手であった父親の勧めでスケート技術を身につけることから始めたところ、半年ほどでホッケーをやめてフィギュアスケートに集中するようになった。12歳の時に3回転サルコー、15歳の時には 三回転アクセルに成功している。四回転は、トーループとサルコーの二種類を成功させている。目標とする選手は1984年、サライボーリンピック同メダリストであるチェコのヨゼフ、サボフチク、カナダのジェフリーバトルなど、妹のエリスカ・ブレジノワは、同じく、フィギュアスケート選手である。趣味は、サイクリング、水泳、コンピューター、サッカー、音楽、 射撃など。好きなテレビ番組は、ユーロスポーツで、お気に入りの映画には、ロンゲストヤード、グラディエーター、ラストサムライなどをあげる。2015年5月18日、ペアスケーターのダニエル・モンタルバーノにプロポーズをし、2017年6月11日、結婚。1990年3月30日、チェコ共和国ブルノに生まれ、7歳でスケートを始める。 2007から2008シーズン、シニアクラスデビューとなる、ネーベルホルンハイで、初優勝。その2週間後には、JGP ブラウエン・シュベルター・サカズキで2位となり、初の JGP メダルを獲得。欧州選手権では16位となる。しかし、欧州選手権のオフアイス活動中に手首を負傷。世界ジュニア選手権では手首を固定したまま出場し5位となった。 2008から2009シーズン、ジュニアグランプリ初戦の JGP クールシュベル杯と、第2戦 JGP メラーの杯で連続優勝し、JGP ファイナル出場を確実にした。ネーベルホルンハイでは銀メダルを獲得。しかし11月に膝半月き板損傷のため手術を余儀なくされ、12月の ISU ジュニアグランプリファイナルと三国選手権を棄権した。 手術の4週間後には、練習に復帰、欧州選手権で10位、世界ジュニア選手権では、銀メダルを獲得した。試合後の記者会見において、ブジェシナと優勝したアダム・リッポンは、お互いの存在があったからこそ頑張れた、お互いを引き上げ合う関係であるとコメントしている。シニア完全以降となった二千九から二千十シーズン、シーズン初戦のネーベルホールンで、銅メダルを獲得し、 これで、ネーベルホルンハイの金銀銅すべての色のメダルを揃えることになった。10月のフィンランディアハイでは4位。翌月シニアグランプリシリーズ初出場となる NHK 杯で銅メダルを獲得。会場は1998年長野オリンピックで、チェコがロシアを破って金メダルを獲得したビグッドだった。この大会は、世界ランキングの上位選手が集まる大会だったが、 父親の言葉、誰だって、誰にでも勝てるという言葉を証明できた、と試合後のインタビューで語っている。また、ジェフリー・バトルも、同じように、日本で初めてメダルを取ったんですね。彼と同じ道を歩けるのは、嬉しいと雑誌のインタビューで語っている。この時日本のフィギュア人気に驚いたらしく、帰国後も時々この時のエピソードをメディアに語っている。続く、スケートカナダでは4位。 12月のチェコ選手権で優勝、欧州選手権では4位となった。バンクーバーオリンピックでは10位、世界選手権に初出場して4位と検討する。シーズンオフの間に、パスカーレカメレンゴにショートプログラムの振り付けを依頼。翌年の東京での世界選手権で滑るために、日本の和太鼓、古道を選択した。カメレンゴ氏に振り付けを依頼した理由として、 高橋大輔の道が素晴らしかったからだと明かしている。夏の練習は好調で、ショートとフリーの両方に4回転ジャンプを2本ずつ入れることを計画してた。2010から2011シーズン初戦のネーベルホルンハイの2週間前、練習中に4回転ジャンプで転倒して、体をひどくひねり、足の血管を損傷。後に素形部上脈流と診断されて手術することに、 なるが、ネーベルホールンハイに出場して7位、招待された、ジャパンオープンでは、コンビネーションジャンプを飛ぶことができず、再開。日本から帰国後手術し、アサインされていた中国ハイとエリック・ボンパル・サカズキを、棄権。12月のチェコ選手権には復帰して2位となった。ヨーロッパ選手権では、ショートプログラムで2位につけたが、フリーで崩れて8位。東日本大震災の影響で、 東京開催が中止され、モスクワで代替開催となった世界選手権の時、日本支援を呼びかけるビデオに出演、また日本選手団がホテルに到着した時はロビーで出迎えた。試合ではフリーで4回転トーループと4回転サル、コーを自身初めて着氷し、総合で4位となった。2011から2012シーズンは、 グランプリシリーズ大会3試合に出場できるという世界選手権上位6人だけに与えられる権利を行使した。しかし希望していた NHK 杯ではなくスケートアメリカエリック・ボンパール杯ロステレコム杯にアサインされ日本のファンのために鼓動を日本で滑りたかったことを嘆いた。夏の間は靴の問題に悩まされていた。ネーベルホルン杯では2位。 グランプリシリーズ初戦のスケートアメリカではシニアグランプリ初優勝を果たす。帰国後靴が壊れていたことが分かり靴を変えなければならなかった。続くエリック・ボン・パール杯では3位となり、グランプリファイナル進出を決めた。また続く欧州選手権では4位に入った。4月にはコーチをビクトール・ペトレンコに変更し、拠点をアメリカのニュージャージーに移した。 2012から2013シーズンは10月にジャパンオープンに招待されて来日し、エキシビションで鼓動を日本のファンの前で披露した。スケートアメリカ6位、ロステレコムハイ3位。12月の三国選手権では高熱のためショートプログラムもに棄権。1月の欧州選手権ではシニアの ISU 選手権大会での初のメダルとなる銅メダルを獲得。なお、 この大会の公式練習初日に左肩を脱臼するというアクシデントがあった。3月の世界選手権は10位。2013から2014シーズン、欧州選手権では3度目の4位。ソチオリンピックは前回のバンクーバーと同じ10位だった。世界選手権は SP で3つ全てのジャンプで失敗し23位。2回転フリップの点倒時に右足首を負傷したため危険した。 シーズン終了後、コーチを以前のカレルファイフルに戻し、拠点もドイツのオーベルストドルフに変更した。2014から2015シーズン、ロステレコムハイで銅メダルを獲得。新設されたチャレンジャーシリーズには2000出場。共に2位であったが獲得スコアで1位となり、シリーズの最高成績者となった。言語の発音により近いのは、ブ・チェジナであるが、 日本語では、ミハル・ブレジナないし、ミカル・ブレジナと書かれることが多い。これは、国際スケート連盟の公用言語が英語であり、ブレジーナのハーチェックを省略し、ブレジーナと書かれる場合があるため、その英語発音がカタカナに転写されたことによる参照、ドボジャークでイロジャック。なおの音はチェコ語では最も難しい発音である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。